パンアメリカン航空202便墜落事故。パンアメリカン航空202便墜落事故。パン、アメリカンワールドエアウェイズフライト202は、ボーイング377ストラトクルーザー旅客機が、ブラジル奥地に墜落した、航空事故である。後に、事故は、プロペラの設計ミスが、引き金となって、機体破壊が発生したものと判明した。1952年4月28日。 パンアメリカン航空202便は、アルゼンチンのブエノスアイレスを出発し、途中ウルグアイのモンテビデオ、ブラジルのリオデジャネイロ市、トリニダード・トバゴのポート・オブ・スペインを経由して、アメリカ合衆国、ニューヨーク行きとして運航されていた。202便は当時パンアメリカン航空の、豪華旅客機として有名であった、ボーイング377ストラトクルーザー、機体記号、 N1039V で運行されており、当日運行便であった N1039V 時には、クリッパーグッドホープのシップネームが付けられていた。4月29日午前3時6分、イカセ界時にリオデジャネイロ市のガレオン国際空港を離陸し、北北西に進路を向けて、次の経由地であったポートオブスペインに10時間30分後に着陸する有志海飛行によるフライトプランであった。 午前6時16分にアマゾン熱帯雨林にあるバレレアス付近の位置通報地点で航空管制に対し現在14,500フィートを巡航中、次の位置通報地点、カロリナは午前7時45分に通過予定と報告したのを最後に消息を絶った。202便を最後に目撃したのはフォルモサト・サンフランシスコという村の住民で最後の報告が行われた時間であった。 証言によれば202便は通常の飛行をしていたという。202便が消息を経ってから、ブラジル海軍は海上を捜索するとともに、ブラジル空軍とアメリカの空軍、海軍機による大規模な捜索が行われ、5月1日になって、リオデジャネイロから北北西約 1600km、アマゾン川川口にあるベレンから南 2050km、 離れたパラー州南東部のアマゾンの熱帯雨林に墜落した202便の残骸を発見した。この事故で運行乗務員5名、客室乗務員4名、乗客41名の合わせて50名全員の死亡が確認された。後に墜落したのは午前6時40分、現地時間午前3時40分頃と推定された。二百二便が墜落した地点は予定された、航路下であったが、 現地の地形は複雑であり、付近の川も小さかったため、飛行艇による搬出も不可能であった。当時は現在ほどヘリコプターが発達していなかったため。また、アメリカ軍による落下散部隊投入も生存者がいないことや、地形のため、機体や遺体の搬出は難しいとして断念された。そのため、調査隊を陸路派遣することになった。事故調査団が40マイル。 約 60km まで飛行艇で向かい、そこから陸路で墜落現場に到着したのは5月16日であった。しかしこの調査隊は途中で7名以外は引き返した、上、水や食料が欠乏し人手不足のため撤退を余儀なくされた。そのため、最初の調査団は、搭乗者全員が死亡していたこと、そして202便の残骸は、おそらく原住民が、 衛星のために火をつけたと見られ火事で胴体が消失したことを確認しただけであった。大幅に人員と装備を増強した第二次調査団が墜落現場に入ったのは事故から4ヶ月経った8月15日であった。そこで202便の残骸が大きく3つに分かれて墜落していることを発見した。第二エンジン付近の主翼、反対側の左翼主翼、胴体に分かれていた。なお、 第二エンジンとプロペラは発見されなかったが、そのことが最初に機体から脱落した証拠とされた。以上の機体の状況から、202便は夜明け前の巡航中に空中分解して墜落したと推定された。まず第二エンジンのプロペラに異常振動が起こりエンジンが崩壊し、それを引き金に機体に異常振動が起こり、水平尾翼の一部が脱落し、エレベーターが上向きになり、 凝革が増大した。そのため主翼にかかる上向きの力に左主翼が耐えきれず切断して脱落した。さらに残された機体も左主翼が消失したため機種を下げる力と尾翼からの機種を上げる力が衝突し、機体ビブが引き裂かれて空中分解して墜落した。なお、この第二エンジンを崩壊させたプロペラの異常振動の原因であるが、 プロペラブレードの設計ミスが原因であると推測された。それは、ボーイング377が、空冷予え星型28気筒で、71450cc の排気量から3500馬力を絞り出すプラットホイット 2R-4360B6、ワスプメジャーという最大級のレシプロエンジンを搭載しながら、 プロペラはそれよりも馬力が低いエンジンを想定したものを多少強化した程度であり、プロペラ内部が空洞、中空のタイプであった。そのため、エンジンが生み出す推進力に対して耐えきれずに破断し、エンジン崩壊を招いたことが直接の原因とされた。しかし、アメリカ連邦民間航空局 CAAB がボーイング377の レシプロエンジンに装着されていた中空式のプロペラをソリッドタイプ、中身、無垢のプロペラに変更するよう勧告を出したのは3年後に再びボーイング377が飛行中にプロペラを飛散させる事故を起こした後であった。また、原型機となった B-29 爆撃機や同時期に就航した DG-7 も含め 大型レシプロ機はエンジンの複雑な構造を原因とするエンジントラブルが多かった。そのためパンアメリカン航空のボーイング377はその後もエンジントラブルで不時着水や墜落する事故を聞こえている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。